よ、これ日本の実質弱点は、よ実質調査業業界連合会など、ニューエア、俺の中が真っ白、ニューエア、日本の実質弱点、選定委員会が、よ欲しい欲しい欲しい日本の貴重な資源を選定するものです。マジやべえぜ。今回日本の資源選定された主な理由として有明海の干潟が日本の干潟の実に 40% を占める広大な面積の干潟であるということと、もう一つは日本で最も潮の満ち引きが大きいことが挙げられます。現在は階段のすぐ下が海辺になっておりますが、競技が始まる頃には干潟の遥か遠くに海辺が遠ざかる様をお楽しみください。